話しするのって楽しいね。今食べたいもの？改まって聞かれると何が食べたいかな。今はお肉って感じじゃないし、野菜とか果物が食べたいかな。さっぱりしてるし健康にもいいからね。そればっかりじゃダメだけど、今はそういう気分だよ。あなただったらこってりしたものとさっぱりしたもの、どっちが食べたい？野菜ってお肉とかと比べると味気ないけど、健康にはすごくいいよね。けどそればっかり食べ続けるのも辛いし、何事もバランスが大事なのかな。野菜みたいにさっぱりしたお肉があったら面白いのにね。今ファンタジー小説を読んでたんだけど、こういう不思議な世界っていいよね。こういう物語で登場するものが現実になったらすごく楽しいだろうな。また何か本を書いてみたいな。で、その前にネタを探さないといけないね。こうやって世間話をするのもいいけど、もっと恋人っぽい話とか、したいな。端末を動かせばいいのね。すぐに動かしちゃうから少しだけ待ってて。これでよしっと。またたくさんお話ししようね。昨日から口内炎ができちゃってて、口の中が痛いの。果物とかお野菜もっとたくさん食べないとダメだね。これを作るの？うん、もちろん。その代わりちゃんと応援しててね。キッチンに端末を移してほしいの？私もあなたが隣で見ててくれた方が嬉しいし、すぐに移動させちゃうね。これでよしっと。またたくさんお話ししようね。かけられたから心臓が本当に跳ね上がった感じがしたよ。って、ぼーっとして手が止まってた。真面目に切ります。
あなたと会う前は料理なんてほとんどしなかったのに、今じゃもう日課になっちゃったよ。まあだからって得意かと聞かれたら素直にうなずけないけど。洗濯物ってどうして屋内に干すと臭くなっちゃうのかな。壁紙張り替えられたらいいのに。ほとんど部屋の中にいるから、せめて模様替えくらいは定期的にしたいよね。あなたがいてくれるのはわかるけど、それでも急に寂しさを感じる時がたまにあるの。いつかあなたと本当に触れ合うことができる日が来てくれたらいいのに。ぼーっとしてたからびっくりしちゃったよ。ごめんね。今からしっかりするよ。やっ、はーい、しっかりします。やっ、はーい、しっかりします。あなたの撫で方、すごくうまいよね。こう、ふにゃーってなっちゃいそうだよ。おーおー、私の指、もう少し長ければよかったのにな。だって、指が長いと綺麗に見えるでしょ。結構締まってると思うけどな。あなたの手、温かいね。もしかして眠いのかな。作業をしてると怪我をすることがあるの。だから、その、恥ずかしいから、あんまり見ないでね。してないよ。私の髪、触るの気持ちいい？Thank you.